気仙沼の梅村マルティナです。こんにちは。今日はこの素敵な芸術的なマフラーを紹介したいと思います。はい、私これ初めて見た時に一目惚れだったんですよ。で、いつか見たい見たいと思って、ちょうど今 KBS のウェブショップにこの出庫出てますので、今チャンスだと思いました。で、今まで6本あったんですけど、はい、これから4本もあるので、はい、このマフラーは4本で作られてます。で、このマフラークリエイトしたのはビッケ・ラーマさんというドイツ人ですね。私にとっては彼女は編み物の神様なんですよ。はい、で、はい、このレシピはオパールさんのホームページにも載ってます。で、レシピもあって、で、ウィッケさんに聞いてたら、使っていいって聞いた時に、はい、どうぞどうぞ、日本人もそれ好きになってたら嬉しいっていう答えいただいたので、はい、みんなと一緒に編みたいと思います。ぜひ見ててください。ケイトはKFSの出庫、KFS 番号は190100g ですね。ほぼ使い切ります。あと間に使う黒 UN06 50g は十分ですね。あとダンスマーカーあると便利ですね。編む針は主にこの輪針を使います。 2.7mm つまり2号の四角い針をおすすめします。なぜかというと、ガーター編みなんで、針を入れるときに四角い針の方がやりやすいかと思います。はい、80センチの輪針が便利ですね。はい、で、最後に縁をつけるので、4号のかぎ針が必要です。はい、それさえあればできると思います。今回の作品はとても簡単です。表編みばかりです。ガーター編みなので、編み方よりも形にフォーカスしたいと思います。で、そういう意味で今もうここまで編んできましたね。最初のパーツですね。で、まあ例えば作り目ですね、0段で40目を作って、で、18段編んで、で、黒で往復編みして、で、最初の戻る時に10目を伏せ目します。で、また18段編んで、また往復編みして10目を伏せ目します。で、最後に 20段編んで伏せ目ですね。はい、で、全部今思い出さなくていい、覚えなくていいです。こう簡単にこう図にまとめたんですね。はい、作り目ですね。編み進む作り目だったら糸端はここですね。指にかける作り目だったらここになります。どっちみち0段なんで、気にしなくていいです。で、40目作りますね。で、緑の数字は段数ですね。18、黒は2段ずつですね。はい。で、はい。次のステップは、これ A のパーツですね。次のステップは、実は、これになるんですね。B のパーツ。で、B のパーツ、まあ、実物も回しますね。B のパーツはどうやって編むか。はい。で、もう一つ、今回フォーカスしたいのは、例えばこの黒、ここで往復編みしたんですけど、まあ、糸を切ってもいいんですけど、ここに
一緒に編めば糸始末少し減らせるので、まあそういうちょこっとした工夫もまあ一緒に、やりたいなと思ってます。はい、ですからここで糸切ってなくてここに一緒に、編み込んでますね。はい、で次のステップはこの B のパーツを編みたいです。で何をするかというと、また黒はここで赤で書いてありますね。その点々の線は30目をここで編み出します。で戻ってきて出口で38段を編んで、次こっちの階段に入ります。はい、じゃあまず編み出すところですね。はい、大切なことは作品いつも表面で編み始めます。これは裏ですね。その黒のところは一線にはなってないんですね。それは裏ですね。ですから必ず表で編みたいと思います。はい、でここは編みっぱなしだったので、この段と段の間で表目を編み出します。1、2、3、4、5、6、30目を編み出します。30目を編み出しました。して裏返して表編みで戻ります。でそこで黒を切って、で新しく出口で表になって38段を編みたいと思います。今38段目編み終わったんですね。で10目残して出口で編みます。で最後の10目は黒で往復を編みしたいと思います。じゃあとりあえず10目残して編みます。はい、10目残して表編みで編みました。で今度黒に変えて、でこの10目をそのまま編みます。戻りますね。そう、これで黒で往復編みになりました。はい、でここで実は黒はもう切ります。持っていけないんですね。はい、ここで切りますね。はい、切ってで、まあ、ちょっとこう始まりをつけて、んで出口で戻ります。こんな感じで、はい、戻ります。はい、今この18段の最初の段にこう戻ってきて、でもう黒は編まないんですね。そのまま目として残します。だからこう点点点がありますね。で、18段ここで編みまして、ここでまた同じことをしますね。最後の10段はこういうふうに黒で往復します。で最後のところも黒で終わります。そこまで編みたいと思います。B が編み終わりました。ここの黒いところを目として
残ってますね。黒で往復編みしまして、糸をすべて切りました。このマーカーは、まあ、数えやすいようにこの黒で戻ってきた時に2段なんですね。それから18段なんで、ここにマーカーあったら数えやすいなと思いました。はい、そして次の段階に入りたいと思います。はい、そのために、あ、で糸は今ここ段染めの糸まだここに残ってます。あの、つながってます。すぐ編める状態になってます。はい、そして実は C のためにまた編む方向を変えます。はい、こっからまた目を作りたいと思います。ちょっとこんな感じですね。はい、この部分はこれですね。で、この糸で20目を編み進む作り目を作りたいと思います。そして18段を編むんですけど、この目を編みながらつなぎたいと思います。で、そのつなぎ方をお見せしたいです。で、全体の図としてここでまた黒で2段を編むんですね。つまりここで2段編んで、でこの目また編み出します。黒で編み出します。で、また18段編んで、でこっちでまた、あの、ここで2目一度しながら、で3番目のところでまたここで黒でここまで編んで、編み出して戻ってきたらまた段染めに書いて18段編みながら、この目も一緒に2目一度します。ほんで最後の19段目は伏せ目をします。はい、とりあえずここで20目を編みたいと思います。はい、輪針をまっすぐにして、まっすぐにして、ここで編み出したいですね。ここで作り目を作りたいですね。はい、最初の目はこの黒い目を貸しますね。編んで、でこれ最初の目かけて、表目編んでかけて、編んでかけて、はい、20目を作りたいと思います。はい、20目の作り目をできました。そして表編みをします。20目を表編みします。はい、そして最後の目と一つの黒い目を2目一度します。左上の表編みの2目一度。はい、で2目一度した後すぐひっくり返します。はい、でさっき2目一度した目を滑り目をします。はい、でまた表目で戻ります。はい、でこの黒い目がなくなるまで18段を編みます。まあ、18段を
編みました。黒に変えます。そしてここまで表編みで編んで一目まだ残ってるんですね。黒い目二目一度にして、んでこの目を編み出したいと思います。この部分ですね、10目を編み出します。はい、黒を固定して、表編みで編みます。はい、二目一度します。はい、そしてここで10目を編み出します。この段の間ですね、10目を編み出します。はい、そして裏返します。はい、そして表目で編みます。はい、最後の目ですね。はい、また持ち替えて、黒で2段編みましたので糸を持ち替えます。段染めに変えますね。黒をまたここで使うことになるので、ここで編み込めば大丈夫です。はい、段染めの糸で表編みします。はい、今ここの30目の中29目編みました。その最後の目とこっちの黒い目の一つを左上の二目一度します。はい、二目一度した後すぐ持ち替えます。で、さっきと同じようにまた滑り目にして。で、表目で戻ります。はい。そしてこれまた同じように18段編みながら、この縦の黒い目を二目一度します。で、最後もこれも同じようにします。伏せ目までしたいと思います。C 編み終わりましたね。で、糸どこにもつながってないですね。そう。で、D はまた黒で往復編みして、で、はい、D に入ります。ちょっとまた図で説明したいと思いますね。C がここで終わってて、で、D に入ります。で、D というのはここになりますね。
黒の往復編みと段染めの38段を編みたいと思います。でまたここ黒のところまあ B とほぼ同じなんですけどちょっと工夫しないといけなくてここを、お見せしたいと思います。でまたこれは大丈夫かと思います。38段まで編みました。黒に変えたいと思います。で黒で10目編みますけど後で段染めの毛糸もまた使うのでこういう感じで一緒に持っていきたいと思います。黒そのまま編んで段染めも一緒に編みます。4目ですね。5目また一緒に編んでそのまま編んで一緒に編みます。そのまま編んで一緒に編みます。10目ですね。そして段染めに変えますね。段染めの糸に変えて残りの20目表編みで編みます。で往復しますね。まあ裏ですね。段染めあと1目を編みましてでまた黒に変えます。その時にクロス糸をクロスさせます。黒に変えましたね。そしてまたガーター編みの10目を編みます。はい、持ち替えて、はい、でこの目をそのまま残したいんですよね。そのためにもう写すだけにします。写すだけでいいですね。はい、でも黒はもういらないのでここで一旦切ります。はい、そして段染めに変えて、図の通り図の通りこれから段染めで18段、またここで黒い2段を入れてでまた段染めで18段を編んで最後に黒の2段で終わります。はい、そこまで編みたいと思います。 D の部分編み終わりました。10目ずつの黒い目が残ってます。でここでちょっとだけこう結んでます。まあ取れないようにだけですね。こう軽く、はい。そして E の部分に入りたいと思います。でそれはこれなんですけどまた編み方向が変わります。こうですね。でこの糸を段染めの糸のここで編み込んだんですね。この糸で20目を編み出しまして、で17段を黒い目を2目一度しながら編みたいと思います。まず作り目ですね。はい、作り目ですね。はい、黒い目を借り
って1目を編み出してかけます。表目を編んでかけます。編み進む作り目ですね。はい、20目を作りたいと思います。はい、20目できました。そして表編みでこの20目を編みます。はい、最後の段染めの目と黒い目一つ一緒に編みます。裏の2目、左上の2目一度ですね。で、2目一度した後すぐ持ち替えて、で滑らせて、でまた表編みで編みます。はい、でそれをずっとここまで、この黒い目がなくなるまで繰り返します。今この E のこのところが編み終わりました。黒い目全部なくなりましたね。で、編む糸はここで終わってます。段染めですね。はい、で段数ちょっと合ってなくて17度で書いてたんですけど、実は19度ですね。19段ですね。ですからこれを直します。19段ですね。はい、でこれから黒い糸でまた10目を編み出して往復して、でまたここで2目一度したりします。はい、それこれからお見せします。はい、黒で10目を編み出したいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9で、この黒いところで、はい、10目ですね。はい、そして残りの目は全部表編みで編みます。はい、往復します。最後の目ですね。そしてここに残してた目、また2目一度にして、で裏返します。はい、で目を滑らします。はい、でそこでまた段染めの糸で編みたいと思います。はい、で今は切らないけど、ちょっとお目に置いときまして、そうするとあまり邪魔ならないので、で全てのところを同じようにしたいと思います。はい、じゃあ E を編み終わります。今 E 編み終わりました。最後のところ18段終わったら伏せ目をしました。この部分ですね。で、一通り1パターン編み終わりました。1パターンっていうのは BCDE ですね。で、それをあと2回繰り返して編みます。そうすると大体の長さ
になりますので、でその後また最後の文をつけます。はい、 BCDE をあと2回繰り返して編みたいと思います。あと少しで終わります。はい、説明しますね。 A ですね、 BC、 DE、 そしてここのカーブで BC ですね、 DE、 でまた BC と DE、 BCDE、 全部で3回繰り返しましたね。で F まだ出てきてないけど F も編んできましたね。ここでいつもの黒の往復と38段段染めで編んで、んでもう一回黒の往復になってますね。でここで A みたいなところをつけたいと思います。そのためにちょっと図をお見せしますね。さっきの F はここですね。こういうふうにこういう方向で編んで、でまた A をつけるためにまた編み方向変わりまして、40目を作り出して18目編んで黒で往復して最後の10目を伏せ目をします。また段染めで18段編んで黒で往復して最後の 10目を伏せ目します。で最後に10段編んで伏せ目して終わりです。でこの黒い糸は切らないでほしいんですね。これで後で細編みで一周するので、このままでいけると思います。 A' も編み終わりましたね。そしてあとは細編みで一周するだけなんですね。その前に一回裏面を見せたいと思います。はい、糸始末しないといけないものいっぱいありまして、はい、ここに外にっていうかこういうふうに出てるものは編みながら細編み編みながら編み込みたいと思いますね。この人たちはまあ糸始末する前に一回ちょっと引っ張って見て、まあ、穴開いてないかどうか鳴らして糸始末したいと思います。はい、でははい、細編みに入りたいと思います。4号のかぎ針で編みたいと思います。でもここにすでに黒になってるからちょっと深めに糸を通しますというか針をこの上の段じゃなくてこの下の段で編みたいと思います。はい、だいたい目3つ編んで1個飛ばしですね。そんで最初の隅ですね。隅の場合は、こっち側1回針入れて、で片面も1回入れて、つまり2目一度みたいな感じになりますね。そうすると角になりますね。で今度こっちの面でまたその段で3つで1個飛ばしとか、まあ見ながら突っ張らないように、あとあまりふんやふんやならないように、でこっちの角は細編み3つ入れますね。そして角になります。で今伏せ目になってるところですね。ここもまた3つで1個飛ばし、はい、見ながらやってみてください。
はい、これ一周したいと思います。はい、できましたね。どうでしたか？私はとっても楽しかったです。はい、そして早く身につけたいですね。全部見せるのはどうしたらいい？これ一回巻いて、あとこれをここに猫を見せるようにしたいと思いますね。まあ、ブローチあってもいいし。はい、そして、はい、編み方なんですけど、今レシピ通りでやってたんですけど、例えば BC ばっかり繰り返したりとか、あと色違いあってもいいと思いますね。はい、また皆さんのアイディアをお待ちしております。チュー。